元宝塚男役現役アイドル永遠の30歳あやはりまやです。今日は生誕祭ライブということで、今車で荷物を運んでおります。もう少しで到着します。今日は一日頑張るぞ、イエーイ。私のために作ってくださったワイヤレスマイクなんです。もう今日の日のためにね、使
おうと思っていろいろ調整してうまく今つながって初めて使っています。本当にこれ買ってくれた皆さん本当にありがとうございます。今日はこのマイクで思いっきり楽しみたいと思います。さあそれではね、新曲どうだった？よかった。本当に緊張したけどなんかそれも伝わってるといいななんて思ってますすごく今日のためにね、みんなに新曲をやるよってみんなに新曲やらないんですかって聞かれても質問箱に新曲やらないライブなんかあれですねみたいなことを書かれても私は耐えてきたの耐えてきたんだよ。どういう批判を受けても耐えて今日のサプライズのために頑張って新曲を練習してきました。またねこの新曲もみんながいっぱい聴いてもらえるといいなと思って、でどんな場面でも歌えるような歌になったらいいなと思って思い込めて作っていただいた曲でした。ということでここからは歌ったりゲストの方と遊んだりいろんなことをして楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。それでは次の方です。ゲストは前説も務めてくださいましたパフォーマーももさんです。ありがとうございます。去年の、生誕祭できたんですよ。なるほど、ね、東京と大阪で、そう、かわいい。そうなの。この何でしたっけ、クマ？クマじゃない、アライグマ。クマ？アライグマ。猫？違う、アライグマ。眉毛のあれ猫か。アライグマ。アライグマね、かわいらしい。ラインスタンプにもなってるんでね。そうなの、皆さんの猫ちゃんは120円です。120円、240円だっけ、240円、どっちかです。どっちか、はい、皆さんダウンロードしていただければなと思います。参りましょう。1番4月5日、2番3月30日、3番4月6日。さあ、あなたが選んだのはすごい距離感、バナナホール広いなじゃあ何番でしょうか。2番。3月30日は生誕さんライブですが、本当の一緒に言ってくれ、もう一回言おう。3月30日は生誕祭のライブですが、本当の隣の方にカウンティングしないの。ちなみに4月6日は私たちのライブに綾音さんが来てくれる日ですね。大ヒントでした。さあ本当のお誕生日は後で怒られるよ、千秋さんにみんなあの人だよ。さあ何番でしょうか。1番。大正解でございます。おめでとうございます。誰かな。なんか出る予定じゃなかった、出る予定だったけど出られない人が一人いますよね。さあそれでは準備はよろしいでしょうか。 OK。 皆さん楽しみでしょう。この方が来てくれます。塩月しゅうさんです。あー、しゅうさん、ありがとう。ありがとう、しゅうちゃん。しゅうちゃん、ありがとう。いやー、びっくりした。もうさ、これないって言ってたからびっくり
ゃんっておかしくない？ごめんしゅうちゃん、しゅうちゃんごめんね。じゃあやっぱりさ、この衣装をしゅうちゃんが着てくれたんだったらさ、やっぱあれやらなきゃじゃない？歌っちゃおうかな。ということで皆様聞きたかったと思います。この日限りの湧水復活ライブ、エンジェルあるいはデビルと名付けたデイドリーム。そう、私たちもね、スミレ塚歌劇団っていうユニットも組んでますから、ね、そうユニット組んでね、あれ怒られへんのほんま、全然あスミレ塚歌劇団そう、いやでも本当に今のところね、誰にも怒られてないの、ね、大丈夫なのかな、すごいね、今OGの方が来てらっしゃる、ええそう真正面の奥のところ、ありがとうございます。ちょっと言っといて、私もう火の鳥とか私生で3回見に行きました。小学生の時火の鳥生で3回見に行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に私がこういう活動できるのは、こういう寛大な心を持ったね、宝塚を教えてくださいよ。おかげで本当にありがたいですよ、ね、うん、心強い、ありがとうございます。そう、今日はあの大好きな皆さんに本当にここの舞台を作っていただいて、私が大好きなことをいっぱいやらせてもらってます。そして大好きな皆さんに見てもらえるっていうのが本当に本当に幸せです。この4年間ね、アイドルやって本当にいいのかなって思いながらずっとやってきましたけど、なんとか4年過ぎまして、また来年もね、ぜひまたあのみんなの前に舞台の上でお誕生日を祝えるように1年間頑張っていきたいと思います。私はいつも自分の曲にね、あのメッセージをいつも込めてそういう曲を作ってもらってるんだけど、あの本当にあの宝塚をにいた時は本当に夢の世界でしたけど、宝塚にいた時からね、いっぱいいっぱい挫折をして、で宝塚に退団してから7年間ぐらいね、ずっと暗闇の中でもう本当になんかあのあこれ言ったら本当に泣いちゃうんだけど、もうダメかなって思って生きてきたんです。でそっからみんな見てもらえ大丈夫からもう何でもいいやと思って29歳までやってましたけど、本当に私は少しでも自分の中にやっぱりやりたいとか諦めたくないという気持ちが少しでも残ってて本当に良かったなって思ってます。諦めるっていうのはすごい簡単だけど、諦めなければこういう景色が見えるんだっていうことをいつもみんなに教えてもらってます。今回バナナホールでやるっていう私の中ではね、本当に大きな目標で、お客さんでいっぱいできるかすごい不安でしたけど、たった1日でその不安をみんなが拭い去ってくれました。たった1日で100人以上の人が予約をしてくれて、そこから7ヶ月間みんなにお知らせをするたびにみんなが来たいって言ってくれて、遠いところからもみんなが足を運んでくれました。もう真っ暗闇にいた私は少し光に今出会えたかなって思います。まだまだ先はすごく長くって、自分の中でキャパオーバーしてしまう部分とか実力が足りないところとか、もっともっとやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだけど、ここに今立たせてもらえてるっていうのは本当にみんなのおかげです。昔は全然気づかなくって、全部一人で生きてると思ってたから全然気づけなかった。でも今そうじゃないなって思わせてもらうことがいっぱい起きている。そのおかげで私はみんなに優しいねとか心が綺麗だとか言ってもらうんですけど、全然そんなことなくって、みんなのおかげでそうなっていられるんです。だから私の近くに今いてくれるみんなが私を作ってるって
みんなが自信を持ってほしい。みんないつもね、私にあの気持ちがね落ち込んだ時どうやって立ち直ったらいいですかとか、今人生ですごく悩んでてどうしたらいいかわからないっていう相談をねしてくれる人とかもいるんだけど、あなたは私の中では本当に大きな存在で、あなたがいないと私はやっていけません。これからも何もやることがない人がいればね、何もやることない人はいないと思うけど、何もやることがないんだったら私を見ててください。まだまだ成長するし、まだまだ自分が夢を叶えていくところを絶対に見せていきたいと思います。今はまだ歩く最中で、トンネルの中で真っ暗闇だけど、きっと朝は来るし、きっと光は見えてくる、そういう気持ちで歌いたいと思います。歌姫。私はあのいつも、何もできなくて、なんかポンコツでいつもあのなんて言うんでしょう、どんなところでも劣等感を持って生きておりまして、それですごくあの悩んだりした時期もあったんです。でもなんかその最初のライブからね比べていくと、少しずつ自分が成長したなって思うところを見つけることができたり、あとはちょっと退化してるなって思うところを見つけるところもできたりして、本当にあの日々ねまだまだ努力していかなきゃなっていうふうに思います。こうやってみんなに出会えたのは、私があの本当にずっとね、実はね、実はじゃないけどみんな知ってると思うけど、宝塚時代からあの秋葉原に通ったり、あの宝塚時代からニコニコ動画をね、ガラケーでね、手回し再生の時からね、手を腱鞘炎にさせながら回しながらずっと見てた
時代があったんですよ。でそういうなんかオタクの世界みたいなのに、今はもうゲームだったりアニメだったりがあのそんなになんていう抵抗なく受け入れられる時代だし、宝塚でもねあのやってたりするので、るろうに剣心とか逆転裁判とかいろいろやってる時代なので、そんなことはなくなりましたけど、当時はねなんかやっぱりちょっと後ろめたさがあってね、楽屋の引き出しに DS を入れてこうやってやったりしてたの。あるあるやね。でもそういう自分がいたから、本当に自分が何をやりたいのかなって考えた時に、7年間も気づかなかったのに、宝塚退団してからね気づかなかったのに、そうだいつも見てるニコニコ動画がやりたいみたいな感じで、あの R1 グランプリに出た、ね、ネタをなんかに出してみればっていう言葉から、YouTube にアップしました。それがなかったら本当にここはないんですよ。それがなんか不思議だなと思って、なんか人間って何があるかわからないなっていつも思います。本当に何がきっかけかわからなくて、昨日まで思ってなかったことが今日起こるかもしれないし、今日思ってなかったようなことが、素敵なこととか素敵な出会いが明日あるかもしれないので、ぜひ皆様も諦めずにね、人生を全力で生きてほしいなっていう思いです。私はまだまだなんですよ。こんなことを偉そうに言ってられる立場じゃないんです、本当は。で分かってるけど言います。言うっていうのは有言実行というかね、言うっていうのはすごい強いことで、言ってしまったらやるしかなくなるから、だから私は言うし、私はこれからも YouTube でも言い続けるなって思ってます。諦めなければ絶対に夢は叶うと信じてます。いくつになってもいつからであっても絶対に人は変わることができるっていうことを身をもって感じてるし、まだまだ変われるって思ってるからです。私の夢は2500人の人の前で一人で自分の歌を歌うこと、宝塚では絶対に叶わなかったこと、その時の自分の、その時に諦めなければよかったのにね、今その時の自分に言ってあげたいなって思います。その時は挫折とかしかなくて、諦めるしかなかったけど、諦めるしかなかったことじゃなくて、自分が諦めるという選択をしてしまったんだよって言いたい今って思う景色を見させていただいてます。まだまだ手に届かない夢だけど、きっといつかその日が来るまで私は諦めずにやり続けます。なので皆様も私を嫌わないでください。はーい。それではここで最後の曲になるんですけれども、改めまして、今日登場でして、え、なんていうの、出演してくださった登場してくれたって言いそうになっちゃった、出演してくださったゲストの皆様をもう一度呼び込みます。出演者の皆さん、ありがとうございます。わーいわーい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すっごい美しき譲り合い、これが心の美しさです。ありがとうございます。では改めましてご挨拶していきたいと思います。今日ゲストで、どうしたらいいの、もう、ま、前に来てよ、私も差があるぞ、言うなら、ちょっとじゃあこれで収まりが良かったですね。結構なお点前ですね。ということで今日ゲストで出演してくださったパフォーマーももさんです。ありがとうございます。堀川恵美ちゃんです。ありがとうございます。改めてちょっと自己紹介させていただきます。元バスガイドのピン芸人、永遠の80キロ堀川恵美です。よろしくお願いします。それでは最後に、今日舞台でお芝居と盾と本当に脚本から坂田さん、あの座長の坂田さんはじめね、あのいろいろお世話になりました、外箱町の皆さんです。
です。お願いします。それではみんなで最後は思いっきり盛り上がって。ウェイウェイ。よし。収録したものを CD にします。そして今年中にリリースライブ決定しました。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。日にちはまだ決まってないんですけれども、またしっかりとしたねライブを頑張ってやっていこうと思いますので、その時はぜひ会いに来てください。よろしくお願いいたします。やった、やった。大好きな皆さんと一緒に最後の曲盛り上がっていきますよ。レジェンド、指を L の字の形にして、あやはねまやレッツゴー、いきますよ。はい、あやはねまや、大きな声で、あやはね、私の名前はあやはね、まだまだ出ますよ。あやはねまやレッツゴー。私を聞いて、私を信じて、私を信じて、好きに見て、好きに叫べ、思うの世界に一人自分守り戦え、無線はバンド、永遠のスロークスターの全ての今日よ、夢が会える。ではね、待ち時間長いですけど楽しんでいてください。あとあそこ撮影スポットになってるんで、どんどん写真撮って帰ってください。皆さん足元の悪く、そんなに悪くない中ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。
なかった。ありがとうございます。泣いちゃう。俺ダメなんだよな。
2期生の子おーレア2期生めっちゃレアなんだよ3期生おー4おー4期生すげーすごい5期生おー6期生ということで本当に今日は、1部から来てくださった方も2部だけの方もこの時間までいてくださって本当にありがとう。チェキがね撮るときに1人1分ぐらいずつだったので待ち時間がとっても長かったのにもかかわらず長いこと皆さん見に来てくれて同じこと言おうとしちゃった長いこと待ってくれてありがとうございます。今日は時間がいっぱいだね。嬉しいね。9時まで時間がありますのでここで勝手に質問コーナーに入りたいと思います。はい、そうだ、この衣装について喋りましょう。すごい、この衣装はすごいことになってるんです。実はねまだ多分言ってないと思うんだけど、この衣装を作るときに祭りっていう曲って和風のロックみたいな和風で盛り上がる曲を作りたいんですよっていう話をしてたの。これさ、待っていける。足を切って取ってください。足を入れた方が可愛い。可愛い。可愛い。Yeah!
ください。よろしくお願いします。バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。使い切りました。最高でした。みんなが本当に大好きで、その記録だけで頑張れました。本当にありがとう。まだまだ体力が足りないなって今聞こえる。早く。あ、すごい気に入ってるね。あ、もう本当に頑張れました。ありがとうございました。幸せだった。またこういう日がまた来るように頑張ります。これからも